懐かしい、懐かしい、これいつぶりだ。1ヶ月ぐらいになるんですかね。3月25日にリベレーションズ2、バイオハザードリベレーションズ2がね発売されて、配信それからですよね。そっから1回もアイマスは起動してないんですよ。23、12、12やばいよ。29、29って1月じゃん。これ2ヶ月ぶりですよ。これこのメインの方、こっちが、本編活動29周、うん、ね、でちょっと本編の方進めましょうか。でこっちはね、めちゃめちゃのルートの、その営業用ルートですよね。何言われるんだ。なんかひどいぞみたいな、ビル投げられるんちゃう、ちゃうのまた。で今回はあ、挨拶してない。あ、そう、それとすみません、本当遅くなって。でまあこれは多分動画の頭の方だけになると思うんですよ。動画自体はもう撮ってるんで、それをちょっと編集しないといけないんですよ。みんな目標は分かってるよね。なんだっけ、目指せトップライトルだね。よっ、ほんと懐かしい。グロいのばっかり見てきたんで、なんかバイオハザードリベレーション2はなんかみんな体中かきむしってて、見てたらなんか僕もなんか目かゆくなってきて、花粉症で。ほんとうん、暑そうやね、それ。今100連続オーディションとかさせてみてよ。自分90勝ぐらいはできる自信あるし。体力持たんでしょ。こう答えておこう。こっちはちゃんとやらないといけない。うん、肯定ですよね。仲がいい証拠かな。うん、でしょ。そうですよね。ずっとやってなかったからペースがつかめないかもしれない。点数とかもね、発表されて、点数でいいんですか。点数、うん、はあ、どう、やっぱりお金で買う方のあれは、あ、そう、次どうするかですよ。考えないといけないんだ。多分西と南、西はまだか、西はまだです。南とこっちをやったんですよ。なんで、これ両方、あれ、おかしい。こっちの2つはもうやってるはずなんですよ。やってるやってるし、多分そう。なんでこっちやります。ちょっとテンションを両方低いぞ。首都エリアじゃないんだ、この中央か西かですよね、次のレベルで言うと。まあまあまあ、で一番難易度高いの2、3、4、どっちにしましょう。セイレーン、あ、セイレーン、あの子じゃないの。セイレーン、セイレーン、いやー、それでね、チケット、CD に封入されてる方は割といい席があるっていうんですね。だからそっち、マスターアーティストどうしましょうってね。よいしょ、一応見る。まあ一応その3人、千早と、あずさ、高根、ケンちゃん、3人と兄ちゃんの、やっぱが好きなんで、何でしたっけ、トリプルエンジェル、放課後ジャンプはマミの方ですよね。それが一番いいんですよね。あ、そうだ、勝ってないんだ。なんかお守りが課金してするお守りがいいやつ、なんか可愛いやつがあったんで、いろいろ見てて欲しいなと思うんですけど、お金ないんで、ないよ。マスターアーティストももうその4枚はとりあえず買って、他はどうしようかなみたいな、曲とか内容見て。
まあ今のも気に入ってるし別にいいけどね。店ね、安いんですけど全員買うってなると、心の、じゃあもうみんなやり直してくる。これもう何回でも失敗してやりますよ。ちょっと体で覚え直さないと。ちょっとやばいよ本当もう。はい、ちょっとやっていかないといけない。でも響きちゃんルート、この3人のそのランク、最初のランクのそのイベントはもうほとんど終わってますもんね。選んでる人もほとんどないんですよ。選択肢も大体選んでますし、うん、やってやるぞ。ひびきちゃんかわいい。はい、みんな気合を入れていくぞ。3、いやーいいわ、綺麗や。もうあんなんばっかり見てたんで、タッチやな。よし、タッチ、うん、ゴキブリみたいな。やったー、みっちゃんの方がね、あれ長い長い。楽曲なんだ、なんだ、どんな感じで打ってましたっけ。お前へ、お前へ、頑張って行きましょう。一番大好き、余裕ですやん。私になりたい、最初は一回もミスしちゃいけない。コントローラーが静かなのか、なぜか。全然ダメよ、画面ちょっと焦げついてる。めっちゃ強ないです。意外にもミスしないとか言ってるとミスするんで。どんな時でも叶えてきたよ。さあ行こう、 Go my way, go my way。 笑顔も涙でもこの世界中がワンダーランドなネバーラン。 Go my way, go my way。いいわ、やらせて。でもルート覚えてない。うん、揺れた。よし、オッケー。この世界中でワンドにでもならに。よし、よかった。張り切って行きましょう。バイオハザードで揺れるのって言ったら、あれですよ、吊るされてるしちゃうぐらい。でしかもなんかね、あのリベレーションズの方は最初から最高難易度が出てて、まあ、今回もそうなのかなと思ったら、まあ、敵あんまり強くなくて結構サクサク進んで最後エンディングやったら新しい最後のノーホープっていうのが解放されて、さらに上の難易度。詐欺じゃねえかそれ、もうタイトルも最高難易度ってしちゃってるよって。ほんとラスボスも正直、まあ、まだまだあのアップロードが遅いんで、あのラスボスもなんか妙に弱くて、弱いという、弱くはなかったんです。自分たち行ってくるね。アイマスはどうかな。アイマスはそのギャルゲーですから、そっか、あのオフにしてるんだ。コントローラーが静かですね。あの時もブルンブルンしてたんですごい、
ランキング、ランキングはもうお疲れ様です。100点満点1位ですよね。1位だっけ、わかんないな。お疲れ様諸君、ところで今日はおめでとう。素晴らしいステージだったようだね。さてそろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。大体わかるよ、ランキングはもう見なくていいから。とりあえずファンの人数やって、歌姫歌王子を潰していく。竜宮ルートもりっちゃんも、実はりっちゃん もう全部取ったんですよね確か。であとはあずささんの2回目もう取ったんですけど、確かあずささんの2回目のボイス、僕のボイスが取れてなかったと思うんですよね。なんか低い動画になっちゃった。あえこれ全然覚えてない。じゃんけん似合ってしてたら、なんだ似合ってしてたら、うんってしたらグーな感じ。よし勝負だ、勝て、勝つんだ自分。じゃあじゃあ一つ分かれば、あ似合ってしてる、これパーじゃないの。パーン、おーおーグーか。え似合ってしたらグーなのか、うん、でもこれでよかった。あー行こうで、これに勝てる。パーや、とりあえずパー出せばどうにかなる。あ、うん、最後だな、今の表情見せる。あー行こうで、うん、あちょっと似合ってしてる。チョキシャン、おしオッケー、うわ勝った、すごいぞ自分、うん、やっぱり自分は完璧さ。うん、で、うん、プロデューサー今回のフェス、ね、うまくいきすぎて怖い。よかったけど、お化け、あ、お化け、うん、でメールですよ。どんなのが来るんだ。だってで一番長いのでその15日、一番2番目に長い、長く休んだやつなんですよね。この前結構前でかなり前のジャージャーのなんか現実問題、いやメールが来たようだ。どこへ、どこ、どこと、や無人島行ってましたよ本当、無人島。うん、久しぶり、うん、長く休んでたの。ずっと気が気じゃなかったさ。ああれあれこれあれこれありますやん、あれこれ30日休んだ分なの？ありますよこれ、うんうん、うん、そうですね、まあ一応ね一息ついたんで、アイマスとにかく進めないとなって。エンディング見てないよ、一番最高のエンディング一回も。で次誰かして、あとこのルートを終わらせてもう一人のルートがある程度進んだあたりに、メタルギアソリッドグランドゼロの方をちょっとやっときたいなって思ってます。次の実況、うん、次まだまだ、うん、とりあえずアイマスしないと、本当また来る。でも記者でしょどうせ、うん、29周でしたよね。どのくらいなの、あとはいくら、うん、エキストラのお仕事誰だ。お、弥生ちゃんだけ、うっうー、弥生で決まりだ。どこの県、愛知、うん、しずくん、えいえい、うん、アクション映画のワンシーンに出演することになっている。
突然といっても悪も悪も悪者の、うん、え、あ、いいじゃない、襲われる弥生ちゃんっていうの見たいよ、キャーって。あー、あのプロデューサー、ちょっとわからないことがあって、うん、はい、うん、どうしたの、なになに、本当ですか、うん、あの実は、うん、私の役の群衆さんってどんな人かよくわからなくて困ってるんです。群衆、うん、その名前じゃないぞ。え、そうだったんですか、群衆さんいっぱいいるから大家族なのかと思ってました。弥生ちゃんって中学生ですよね。これで悩み解決？あの、すみません、実はもう一つあるんです。まだあるのか。私、悪者の人に叫んだことってないから叫び方がわからないんです。キャー助けて、いやーとか、もう悲鳴あげていただければ嬉しいけど、うぎゃーって、でどっちや、ヤーンの方がいい、ヤーンがいいな、個人的に、個人的に、いやそりゃそうですよ、いやなんでもない、とにかくヤーンだ、早速やってみよう、弥生、はい、ヤーン、違う、違う、もっと嫌そうに叫んで、全然色っぽい、色っぽくない、もっとねくね、もっとか、色っぽく、いやーん、違う、難しいですプロデューサー、違うよ、すまない、弥生には難易度が高すぎたか、くねくねできなくてすみません、くね、私どうしたらいいですか、くねくねで深く考えなくても素直に、中学生でしょ、ゆうちゃん、悪者がいっぱい来る、うん、せん、とっさに出た声が叫びになるだろうから、わかるな、分かったような、分からないような、でもやってみます、ありがとうございます、次のシーンから1についてください。お、出番が来たぞよ、はい、じゃ行ってきます、あやよい、せっかくの映画なんだから、まあ楽しんで、うん、来い、 でもお仕事ですよね、真面目にやらないとダメですよね、ま、真面目にやるけど、うん、真面目に楽しむ、そ、まあそう、そうやな、お、ナイスフォロー、イエーイ、来た、よし、お、一生懸命楽しそうに演じ、よかったよかった、ノーマル、ノーマルか、うん、そっか、うん、じっくり、やっぱりどうすればいいかみんなわかるか、そんな時こそ畑を耕そう、そうだよ、この作業に、うん、あれ、オーガニックでエコなユニットを見よう、それも結構楽しそうなんだけど、うん、この大都会じゃ畑を持つにも一苦労だぞ、まあそうだけど、ワンルームでもうちが信じられないくらい高いもんな、これ見たことありますわ、しまったワンルームね、じゃあ今週の活動はこれで、今日のスケジュールはこれで終わりだね、気が抜けたら一気に疲れが出てきたぞ、うん、うん、ソファーで寝るの大丈夫だぞ、疲れ取れないんじゃない、うん
今日は誰を抱っこして寝ようかな。いいなあそういうの。ペットとか飼うの大変でしょうしね。もう一つぐらいいけそうかな。ちょっと待って、まずはみんなの状態を確認しておこう。おはようございます私たちのユニットいい感じですよね。もう楽しくってずっとこのコースだ。プロデューサーさん、私最近事務所に来るのもお仕事もすっごく楽しいです。あ、これ変だぞ。どうもちょっとだけ自分を抱いてる感じだし、うん、気のせいかな。あれあれ服変わった。そうでもない。冬服、さっきまで。もういいや。着ぐるみ、ハルルンでいこう。どこへ行きたい？今日じゃなくてもいいんですけど、一度でいいから海外にバカンスに行ってみたいですね。海外に。どっちだ？わかんない。無理無理だよ。あー間違えた。これじゃなかった。君たちに朗報だ。優遇小町と再びフェスで対決する機会が巡ってきたぞ。あー基本はどうしようかな。はい、誰だ。あ、ハルルンの立ち位置のこうだから、よしこれでいける。よしよし、はい、そうですよね。このルートは営業だけ目指してるんで、あんまりそのあれなんですよ、ファンの人数とかも、まあ、こんな感じなんで、もう全然ダメダメなんで、営業だけやってるんで、だからまあ最後の評価もいいかなって。でもう一つの方で同じメンバーでこうもうファンの人数とかもめっちゃ意識して頑張ってるみたいな。よしみんな、今日は歌い終わったらカラカラになるくらい自分たちの全部を出し切っていこう。カラカラ？カラカラか。気合を入れていくぞ。よし。3、2、1。トップアイドル。ああよかった。やったー。絶好調。そうだ、衣装変えないと。これそうだ、間違えた。くっそー、そうだよ、衣装をどうにかすれば
どうにかなりそう。ちょっと、あ、画質を落とすの忘れてた。あ、ワンコあるし、あれですかね。あ、どうにかなりますやん。なんだ。喉がカラカラ限界ギリギリ発狂寸前キュン2番目に行けてレッスンとか一度もやってないんですよね。いいえ人なら誰でもいいの贅沢いはない。発見愛しそうな男の子ジュルルン。間違えた。あれ、ちょっと、もう厳しい。ちょっと遅延がある。あ、ギリギリだった。よかった。え、全然レッスンとかやってないのにこれで勝てるんだ。あ、くっそ、見落としてた。いや、アンコールでじっくり見るよ。うう、もうそれケツフリー、ケツフリー。さやか、あ、新しいぞ。あ、歩いてくる。うん、サイン会だ。しかし、プロデューサー、うん、あれ、さっき表を覗いてきたらあんまり人いなかったんだけど、これどういうこと。別にどういうところ、うん、今の人気じゃこれぐらいが正解で、これあれ、あのワン・フォー・オールの時にもありましたけど、ポスター変わってますね。あずささんだったのに、うんね、あのポスター。確かに、早く準備しないとファンが大量に押しかけてきた時に困るもんね。だから大量になんか来ないってば。でも万が一、奥が一衣装を着替えて、うん、そうだ、ねえねえプロデューサー、うん、急ぐんじゃなかったのか。ちゃんと急ぐけどちょっと聞いて。なになに。あのね、え、自分今日のためにすごい技考えてる。なんやって、そんなすごい技を。うん、うん、こんな風にサインできるアイドルは他にいないぞ。ねえねえ聞きたいでしょ。もうもう聞きたいやの聞きたくない。響きの考えそうなことといえば、口で加えてサインとか。そんなことできてもやらないぞ。あ、あ、でも犬見がやったら可愛いかも。あ、うん、あ、そうよ、響きもやってみれば可愛いかもしれない。だからなんで自分がそんなことするんだよ。なんで、アイドルなんだからやらないってば。なんで両手ですんの。おでりでりゃって、同時にサインする練習してきたんだ。はいはい、これってちょっとびっくりでしょ。まあ、そっか、練習の成果が見せられないのは残念だけど、それなら1枚ずつ大事に書くね。まあそれがいいと思うよ、ちゃんとしよう、うんうん、でもこれだけしか人がいないと丁寧にやってもすぐ終わっちゃうよね。あんまりそういうことは、まあそりゃあな。そうだ、おまけに目玉焼きの上手な焼き方でも書こうかな。え、家に帰ってから役に立つし。そんな、だからもうサインにその豆知識みたいなものを求めるファンはいないと思うぞ。へえ、じゃあ何書けばいいの。プロデューサーも考えてよ。何を書く。そうそう、サインにおまけが必要なのかということか、うん、必要なの、ファンサービスは大事だって
プロデューサー言ってたでしょ。うん、本当なんですね。まあ、方言、面白くないよ選択肢今回。方言一つ。あ、そっか、そうだね。それってすごく自分らしいぞ。うぎゃーとか。よし、あの言葉を書こう。撤収さみたいな。水着じゃん。そんなことあるわけないぞ。だって、うん、みんなが分かる言葉にしたつもりだし。うん、海ぶどう。海ぶどうって書いたの？だって方言だと意味わかんないかもしれないし、名物の方がいいかなって。やっぱり今のなし。なしにして。海ぶどうって書いたの？うん、抱きかかえて。はあ、なにこれ。あ、背中綺麗や。手突っ込みたいですね、あの間に、隙間に。ここであの有名なサイトが作られてるんですね。有名なサイトなんだ。会社って感じがします。水着だった。ほんろ、仕事の邪魔になるからね。あんまりこういう会社には来ないから珍しくて、つい。あ、いいね。はい、どこもこう自由な感じっていうか、ざわざわしてるっていうか、会社って感じがしないですよね。うん、そうなの。でもここは人がいっぱいいるのに案外静かなんですね。うん、キーボードの音が響いてます。うん、まあ話す必要な。あれで会話。あれって何ですか。駐車さん、なんかスイハンジャーだよ。炊飯。あ、うん、そうそう、炊飯ジャーってことですね。そうそう。でも、炊飯ジャーでどうやって会話するんですか。お昼ご飯のついでに打ち合わせするとか。いやいや、じゃなくて、なんか叩くんでしょ。あれなんて言うんだ、やばい、ド忘れした、ね、カンカンって。時々いい加減ですね。そいつを止めさせろ。軍の緊急連絡だ。難しい話はするだけ無駄とか思ってませんか。私だってちゃんと説明してもらえれば。いやいや違うよ。まあ仕方ないけど。はあ、でもここの会社の人は皆さんパソコンを使いこなしてるんですよね。すごいな。すごいな。触ったことぐらいあるだろ。ある。学校の授業でちょっとだけです。まあまあそんな。うちにはお父さんのがありますけど、それは勝手に使うと怒られますから。授業でやったよ。それ。直接話して。頑張れ。あ、ほら、やったことありますよね、やっぱ。もし私。じゃパッパッパーときましょう。ズルだ。でも学。でここで確かなんだタイピングここさえパイオツタッチした。手ですか。あ、手にしっかり集中し、もう打つところキーボード見たらいいんだね。ファンのみんなからのコメントを見ないで自分の言いたいことを書くだけになりますよね。いや、目画面確認した。会話がチャットに慣れてない感じがすごく出ちゃうような気がしますけど。ずっと見ないってわけじゃないでしょ。まあそれもあるじゃない。そう言われちゃうと複雑ですけど。でもプロデューサーさんの言う通りにしてみます。なんかダメ見ずにっておかしいんじゃない。なんで
なんで？え、何が正解？頭？頭目？画面見ずにっておかしいでしょうが、そんなん。画面チロチロ見て、打つときもちゃんとキーボード見てすればいいやもん。なんなの？ほんと？インプレッサー。ちょっと空腹も襲ってきたよこれ。くわー食さ。はい。あーもうそうだすそうだす。あのやらないといけないんですよあれ。一回でも出せばいいんでしたっけ、あのハイスコア。一回だけ出しときますか。じっくり。おじゃんけんきた。いかな。じゃんけんどうだったかな。よし勝負だ。ランダムだ。自分。じゃあじゃんけん。わかんない本当に。あ勝ったやった。イエーイ。怒ったぞ。やられた。こうユニットは終わった。ほらうや。ああほら脱ぐんだ。そっか。もう洗濯物も干さないと思う。忘れてた。うぎゃー弥生様 PT3 でしたっけ。ボクチンが弥生ちゃんの熱烈大ファンであることがバレちゃったお。でも大丈夫。何これ何この脅迫文。警察に出した方がいいんとちゃう。あっ何が来た。え肉まん。あこれ私が買ったわけじゃないんですけど、私たちが二人で歩いてたら肉まん屋さんがくれたんです。僕の気持ちだよって言ってましたけど、どういう意味なんでしょうか。ミクさんに聞いてもわからないっていうし、そのままごちそうさまってこうやって持ち帰っちゃったんです。もしかしたらこの肉まんのお店の肉まんは美味しいですよって宣伝してほしかったのかなって、だからプロデューサーにおすすめしてみました。はいはい。あこれちょっと知ってます。肉まん浮いてるし、ほら。いやでもさ、そう肉まんこれ2つありますよね、うん、肉まんまんま肉まんみたいな、でかいですよねこれ。まんま肉まんですわね。まんま肉まん食べたかったな。 PV のお仕事。え全員ハルルン。ハルルンがいい。どこの県だっけ。どこだ。えどうだよここ。和歌山な気がする。あ、合ってた。おすごい。奈良とものすごい迷ったけど、うん、全部、うん、さプロモーションビデオの撮影で調子にやってきてもらった。あ、知ってる。あ、これ知ってるやつだ。はいはい。ね、これ衣装が破れちゃったんです。スクミズが破れた。どんな衣装、どうなってる。はい、どうだどう。破れたのは衣装の裏地だから、パッと見た感じではわからないと思います。もうおかしいでしょうが、あなたさ。すごい調査やられたな。成長してんの。太った選んだんですね。引っ掛けたりしたんじゃないの。おっちょこちょいなのは否定しませんけど、今回の原因は違います。なんでダンスしてたら変なところに力が入っちゃったみたいで、ピリッと。嘘じゃないですよ。もう別に疑うつもりはないけど。スクミズが破れるってやばいよそれ。スタイリストさんは今別の部屋で打ち合わせ中みたいですよ。股間のあたりを一直線にピリーって破れたのかな。私が縫ってもいいんですけど、変な子に衣装台無しにしちゃったら。なんかね、あんまりああいうの好きじゃないんですよね。よくわかんない。
俺がパパッと話すよ。プロデューサーさん知ってる知ってる。で、安全ピンはダメだったんですよ。ガムテープ、ガムテープです。ドスケベやのにか。リボンで結べば OK。 リボンですか？え？それは難しいような気がしますけど、リボン、そうやね、衣装の破れを飾ってみる。だって破れたのは裏地だって言ったじゃないですか。あれ、え、プロデューサーさん聞いてました？聞いてたけど、え、誰？聞いてたよ。でもおしゃれにどうにかできない。ガムテープなわけないでしょ。できません。え、なん？適当なこと言わないでくださいよ。もう無理です。私自分でどうにかしますから。ちょっと待ってよ、拗ねないでよ。わあ、その鎖骨いいわ、舐めたい。なんでよ。めちゃくちゃ誠実紳士の対応だったじゃない。何か不満があるの、はるかちゃん？浮いてるぞ、ふわふわーと浮いてるぞ。じっくりツンケンするなよ。こういう時は電源切らなさそうにするの。はい、はいさーい。これやってみ。あの挨拶はなんだ。グーテンモルゲン。ほら、いかにもドイツ語って感じで発音がかっこいいやな。あ、ベルリンの香りがどことなく漂ってくるというか。なんで自分の出身がベルリンなんだ。ギャグにしてもめちゃくちゃすぎる。え、なんでそんな怒るのよ。いいじゃない、ドイツ。ドイツが悪いんだろうな、まったく。なんて。なん。何それ。今日のスケジュールはこれで終わりだね。ほんと、気が抜けたら一気に疲れが出てきたぞ。うーん、だー、僕も眠いよ。もう寝よう、早く。お、最後だ。最後のメール。お、ペサイブン。はるかです。これ、あ、何、つくろいのメールですか。まあ、なんかね、寝る準備をします。でも全然悪い意味じゃないんですよ。え、もう寝る準備をしています。でも、悪い意味、悪い意味のメールですか。へぇー。もともと上に行きましょう。はいはい。でもちょっと今ちょっと頑張りすぎぐらいなのが、すぎなぐらいがちょうどいいのかなと思います。あと強力なライブがいますし、私たちに負けてられません。プリズさん、今度、そんなペース配分みたいなことも言うと思うので、一緒に相談させてもらえますか。それでは、プリズさん、お休みなさい。どやっ、ポチッ。何これえ、この奥のなんだ、奥のなんだ。いやー、かわいいわ。へえ。なんだ、ふわふわ乙女パジャマみたいな、モフモフでしたっけ。いや、あれね、すごいいいですよね。いや、かわいいわ。お疲れ様です。